こうギュッと引っ張ると狭くなるので、うん、ちょっとだけちょっと触ったかなっていう感じ、少し、うん、少しだけ動いたらもうそれ以上引っ張らない、はい、で左手でこの真ん中をトントンって、はい、2回、はい、で今度右、はい、右を静かにそう下まで踏んで、はい、でそーっと入れる、でスーッと引っ張って、スーッと引っ張って、そうそう、でちょっとツンツンって、うん、でトン、うん、で左で置いて、まっすぐ入れて、まっすぐ入れて、スーッと持ってきて、ここの2倍ぐらいまでスーッと持ってきて、2倍ぐらいまで出して、うん、でツン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 やらないとね、耳が切れにいかないんですけど、踏み替えて、はい大丈夫です、耳ね、うん、2倍ぐらいまでスーッと、うん、もう少しもう少し、うん、ツンツン、そうですね、でツンツンやって、うん、トン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 、そうです、繰り返して、でそれの繰り返し、はい、うん、はい、どうぞありがとうございました。静かに踏んでくださいね、はい、ギュッギュッと踏むと縦切れるので、切れる、足は静かに踏んでくる、うん、縦糸がプツンしちゃうんですよ、あのこれが縦糸、あ、それ切れるとね、あれだね、強く踏むとね、切れちゃうので、うーん、